おい橘、今のはいくらなんでも危なすぎるだろう。俺でなければ死んで。いいよなお前はさ、すごいだのかっこいいだのしょっちゅう言われて、そんな褒め言葉俺は今まで誰にもかけてもらえたことねえよ。お前もそういうことだよな、褒めることが一個もないってそう言ってんだよな。だけどよ、俺だって少しくらいチヤホヤされたっていいだろ。どうした橘、先ほどからまるでダダをこねる子供みたいな。うるせえ、分かってるよそんなこと。好きでこんなことやってるわけじゃない、大人げないこと言ってるって分かってる。でもよ、大人って思ったより大人ってわけでもねえじゃん。見た目も頭の良さも運動神経も才能があるものなんて俺にはない、何もないからだ。橘さん、